にちは。料理歴はほぼないです。料理全然しないです。一応たまにパスタを作ったりはするんですけど、でも本当それだけですね。もうだから全然料理ができないので、何か一品でも多く作れるようになればなと思います。よろしくお願いします。こんにちは。いらっしゃいませ。松井さん、ケイと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はですね、カラメルバナナを作りたいと思います。とっても簡単なデザートなので、材料もすごいシンプルですし、はい、ご家庭でも本当にいつもご家庭にあるようなもので作れると思うので、ちょっとやってみてください。よろしくお願いします。簡単に材料の説明させていただきますと、今日使うのはまずカラメルソースを作るための砂糖 と、はい、お水、それからその後にバナナとパイナップルを切っていただいて、それを最後にカラメルソースライドということをやっていただきます、はい、それではじゃあ早速やってみましょうか。はい、お願いしま す, しますですね、じゃあまずですね、カラメルソースから作りましょうか。はい、ちなみにカラメルソースとか作ったことは全くないです、ね、全くないですか。はい、ですね、そうしましたら必要なものはまずこちらですね、お砂糖とお水を用意していただいて、はい、これに、ですね、まず火つけていただいて、はい、お砂糖を少しずつ入れていってもらえますか。はい、どうぞ。入っていきましょうか。大体どのくらいですか。ですね、これの場合中火で大体それぐらいでいいですね、はい、ご家庭でやるときも大体中火ぐらいでいいかと思います、はい、でちょっとある程度鍋を温めていただいて確認していただいて、お砂糖を少しずつ入れていただきます、はい、これ全部最終的にはこの中に入れていただくので、はい、少しずつ、3分の1ですぐらい入れていってください。3分の1です、はい、頑張ります。そんなに頑張らなくてはい、そのぐらいですよ、はい、そうしましたら、はい、熱しますと砂糖がだんだん溶けてきますので、少しずつ少しずつ混ぜていって、お砂糖を溶かしていくような感じで入れていただけますか、はい、広げますね、はい、これ一旦溶けてくると早いんで、はい、だんだんこの辺が色が薄くなってきてるの分かります。少しずつ少しずつ溶けていくんです。この辺がね、ちょうど今こちら見えます、うん、こちらの手前の方が少し溶けているので、その辺のあたりから少しずつ混ぜていただいていいですか。はい、そうですね、こんな感じで。そうです、そうです、少しずつ広げるような感じで、その溶けてる部分を広げていくような感じでちょっと溶かしていっていただけますか。はい、大丈夫ですか。はい、いいです、いいです。そのままいっていただいて、で半分ぐらいのお砂糖がそのような状態になったら、また残りの砂糖を少しずつ加えていっていただけますか。このくらい。そうですね、そのぐらいですね、はい、そしたらまた3分の1。そのまま、はい、3分の1ぐらい。取らなくていいです、一気に入れちゃっていいですか、はい、カラメルはね、そのままクッキングされてるんで、はい、それぐらいでいいと思います。で、そうしたらちょっといいですか。はい、こうやって周りがもう茶色くなってると思います、はい、そしたらもうどん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 こうやってかき混ぜていっていかないと、もうすぐ黒くなってしまうんですよ、はい、ですからもうこれぐらいな感じでもう大胆にやってみてください、うん、はい、あ、一回溶け始めたらすごい早いですね。一、はい、回溶けると早くなるんで、うん、で茶色くなりすぎちゃうとね、味がすごい焦げ臭くなってしまうので、はい、そういうのもちょっと気をつけていただいて、はい、だいぶ溶けましたよね。そしたらもう残りも、はい、もう残りもまた、はいはい、どんどん入れてみてください。全部入れちゃっていいですか、それ、はい、あともう一つありますので、ですね、ちょっとちょうどいい、ちょっとお見せしましょうか、はい、これいいですか。お願いします。ちょっとここで火止めさせていただきますね、はい、
まあ、これぐらいのカラメルの色になるんですけれども、まだこれって甘い状態なんですよ。ですからもう少しちょっと焦がしていただきます、はい、もう少し焦がしていただいた方が後のデザートとかちょっと苦味を入れた方がカラメルって美味しいと思うので、もう少し黒っぽくなるので、うん、いきましょうか。そうですよね、なんか甘くて苦いっていう。そうなんですよね。でただ焦がしすぎてしまうとどうしてもただ苦いだけになってしまうので、それがカラメル作るときのちょっと難しいところなんですけど、適度な苦さ、適度なんです。はい、だってこのくらいですかね。いや、もう少しです。少しこうやって煙が、ね、はい、見えてくるじゃないですか、はい、これがある程度のサインでもあるんですけれども、はい、ちょっと火止めましょうか。先に止めていただけますか。はい、はい、それで少しそのままちょっと置いといてください。はい、はい、ですよ。少しこうやって周りの方から少しあぶくがね立ってくるんですけれども、はい、ここはですね、まあこれぐらいなんですけれども、はい、少しさっきより黒くなったの分かりますか。そうですね、はい、気のせいかちょっとトロトロというか、なんかさっきよりザラザラ感もなくなりました。そうですね、完全に砂糖の粒子が溶けてしまうんで、完全にもう滑らかな状態、こういう状態になるんですよね。そしたらですね、はい、じゃあお水を入れていただきたいんですけれども、はい、気をつけてくださいね。ちょっと離れて少しずつ、はい、で入れたら跳ねるんで少し、はい、お大丈夫です、大丈夫です。そのままほっといてください。はい、いきなりでびっくりしましたね。びっくりしました。またじゃあ少し入れていただけますか。はい、すいません、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。これを本当に例えばお水とかは一気に入れていただくと、はい、わーってなるんで火傷するんですよ。で飛んじゃうんですよ。でカラメルの火傷ってここにくっつくんですね。だからすごい熱いんです。離すまで時間かかるんで、はい、そしたらもう一度入れていただけますか。全部入れちゃいましょうか。はい、じゃあ少しかけ混ぜてください。はい、でそれで少し溶かすような感じで、はい、落ち着いたらじゃあ少し火をつけましょうか。あと少しダマになってると思うんですよ、はい、触った感じで分かりますよね。なんか奥の方がちょっとかかってる。そうですよね。じゃあそれを溶かすようにちょっと火を、はい、つけていただけますか。はい、この時はだいたい弱火でいいですね。はい、はい、あとは溶かすだけです。はい、どうですか、溶けましたか。消えたと思います。ちょっといいですか。はい、はい、そうですね、だいぶ溶けましたね。こういう感じですね。これでもう出来上がりですね。あとは少し冷蔵庫なり常温内で冷ましておいて、はい、次のことに進むって感じで、まあ、このままでもご家庭でキープしておくことができるので、はい、って感じですね。はい、はい、はい、そしたらですね、はい、次はフルーツ切っていただきます。はい、大丈夫ですか。大丈夫です、頑張ります。じゃあ簡単の方からいきましょう。はい、バナナからお願いします。とりあえずバナナ1本でいいですね。はい、1本皮むいていただいて、はい、あれ大丈夫ですか。バナナは簡単ですけどですね。あ、緊張してますか。緊張少ししてます。一番ナイフをですね、はい、ここにちょっと切れ目入れていただくとすぐ切ってもいけるんで。なるほど、はい、あれこんな感じで。そうですね、はい、そのまま切っていただいて、あ、ごめんなさい、剥いてください、ごめんなさい、剥いていただいて、だいたいそうですね、これぐらいのサイズ、2、3センチぐらいですか。2、3センチ、だいたいこのくらい、はい、切っていただけます。はい、僕たちはだいたいどれぐらいナイフ使ってるのを見て、はい、だいたいどれぐらいやってるのすぐ分かるんですよ。分かりますか。分かります。やってないのが分かりますか。でもいいんです、お菓子はそこまでナイフね、さばきが重要でもないんで。そしたらパイナップルいっていただけますか。はい、これは切ったことはないですね。ないですね。そうしたらですね、ちょっと硬いんで気をつけていただきたいんですけれども、はい、まずですね、はい、こうしていただいて両サイド切っていただけますか。はい、それはまずじゃあ包丁も。そうですね、気をつけてください。はい、あ、もう少し、あ、この辺まだ硬い部分なんで、この辺ぐらいから。大体ここら辺ですか。だいたい3センチぐらいですね。ゆっくりでいいですよ。あ、なんかすごいそう、回しながらですね。
してくださいね。はい、あ、よろしくです。大丈夫です、はい、そしたら反対側も同じようにお願いします。大体このくらい。そうですね。こういうのまっすぐ切れないんですけどなんか切れるコツとかありますか？そうですね、ちょっとナイフが今回短いんですけれども、はい、まあサイズのあったナイフを使うとか、うん、あと一気にもう躊躇なく、やっていただければ大丈夫です。スパーンと。そうです、はい、大丈夫です。このくらいです。はい、そしたらですね、次皮を切っていただきたいんですけれども、はい、ちょっと少しだけお見せしますね。はい、いいですか。はい、まあ、ここにこういう茶色い部分があるじゃないですか、はい、取れて、これを全部取りたいんですよ。ですからこの形に沿ってナイフをこういう感じで、そうしていますと大体取れるんです。あ、すごい。ちょっとやっていきますか。頑張ります。はい、これ少しずつでいいですよ。はい、少しずつカーブを描くように。はい、そんな感じで。そういう感じです。で、ここに今緑の部分残ったじゃないですか、はい、じゃあそこだけちょっと切っていただけますか。はい、こうで大丈夫。そうで大丈夫ですよ。はい、ちょっとやっぱ何年も使ってたら切るのとか何でもいけますか、硬いもので。そうですね、やっぱり慣れですよね。まあ、何でも経験じゃないですか、はい、やっぱりだからやっぱり、何度もやってればそれが必然的に練習になるかと思いますし、うん、で大体こう切れましたよね。はい、はい、そしたらですね、まあ、実際これここの茶色い部分ってやっぱり食べた時に口に残ってしまうじゃないですか、ね。はい、ですからある程度こういう感じとお見せしましょう。ここでこういうナイフをこういう感じで斜めにこうやって切っていくんですね。うん、で結構こうやって3つとか4つライン並んでたら、はい、まあ、一気にこういう感じですよね。やっていくといいかと思います。少しやってみますか。はい、はい、よいしょ。ナイフの持ち方とかってその時はいつもと同じとかでいいんですか？そうですね、いつもと一緒でいいですけれども、はい、多分ひょっとして小さいナイフを使った方がやりやすいかと思います。うん、ちっちゃい方、やっぱり、うん、手のサイズに合った方が。あ、なるほど。いいですね。難しいですね。本当です。そしたら今度それをですね、縦に半分に切っていただけますか。はい、縦に半分に切っていただいて、さらにそれを半分に切っていただきます。こうで、はい、こうですか。こうで、こうですね。はい、まっすぐ行きましょう。頑張ります。これ入れるときに何かコツとかありますか？角度とか。だいたい45度ぐらいですか。45度ぐらいで、はい、こんな具合で。そうですね、はい、はい。でそしたらそれを横にして、はい、はい、それもこういう。なあ、でもパイナップル簡単に切れるもんなんですね。そうですね、もう大丈夫ですね。もう大丈夫ですね、はい、もう丸ごと買っても。実は簡単です。僕はリンゴより簡単じゃないかと思います。リンゴって小さいんでね。あ、そうですね、皮むくのも大変です。そうですね。そしたらですね、芯があるんですよ、はい、ここの部分、硬い部分、はい、ここをちょっと切ってもらいたいんで、はい、まあ、一つお持ちしますね、はい、まあ、普通にこう切っていただきます。はい、ちょっとお願いします。大事。そうですね、このくらいですか。そうですね、それぐらいですね。残りもします。はい、
そうしたらですね、今度は、はいはい、これをですね、はい、まあ、小さく一口サイズ、これぐらいのサイズですね、バナナと同じようなサイズに切ってもらいたいんで、はい、さらに半分にしていただいて、大体これぐらいですかね、1センチ、2センチぐらい、はい、大きさにこのように切ってください。そうですね、1個ずつでも大丈夫です。はい、ちょっと不安なんで1個ずつ、はい、1個ずついきましょう、はい、はい、はい、そうしたらですね、今度は切っていただいたパイナップルとバナナをカラメルソースとバターを使って、はい、まあ、簡単に料理してクックしていただきます。はい、そしたらですね、まずですね、こちらにバターありますよね、はい、バターをまあ、それの半分ぐらいですか、半分くらい、はい、お鍋に入れていただけますか。だいたいこのくらいですか。そうですね、あれ、はい、いいですね、はいはい、それぐらいでいいですよ、はい、そうしたら火をつけていただいて、だいたい、中火ですね、中火でいいです、はいはい、それぐらいでいいですね、はい、で少し溶けるのを待っていただいて、はい、でこちら先ほどあの作っていただいたカラメルソースなんですけれども、はい、これをですね、もうちょっとバターが溶けてから、はい、大体そうですね、一つまみというんですかね、これと同じぐらいの、はい、バターと同じぐらいの量を入れてください、はい、入れました。これバター入れるのって何なんですか。あの風味ですね、味ですね、そのままこれでやってしまった時にどうしてもカラメルの味が強すぎて少しクリーミーさを出したいんで。なるほど、はい、そうですね、バターがまあこれぐらいになりましたらソース入れていただけますか。もうバーもう全部、はい、もう気にしないで入れちゃっていいですよ。もうちょっと入れましょうか。はい、これぐらいですか。あ、それぐらいですね、はい、はい、でそうしたらですね、バナナとパイナップルも一緒に入れてください。まあ、簡単にあの温めるというイメージで、はい、かけしてください。そしたらヘラを使って、はい、まあ、絡ませる感じですね、カラメルソースをフルーツに絡ませる感じで、はい、こんな感じで、そんな感じで、やっぱり怖いですよね、初めて。怖いです。結構ですね、いいですか。あ、はい、大胆に、まあ、大きく、もういいですよ、全然、いいです、全然大丈夫です、はい、だいぶ煮詰まってきたの分かりますか。だいぶ、はい、ソースがなくなってきて、うん、とろみが出てきたっていうんですか。そうです、はい、はい、そんな感じです。こんな感じ、もうそれだけでおしまいです、はい、そしたら火止めていただいて、はい、そちらの用意したお皿に入れていただけますか。これでいいですね、はい、今日は、はい、少しお手伝いしましょうか。はい、お願いします、はい、ありがとうございます、はい、少し、はい、もう一気に入れちゃいましょう。はい、はい、ですね、で、はい、こちらに置いていただいて、こちらにある、はい、スライスのアーモンド、はい、お好みの量を振りかけてください。お好みの量、はい、お好みの量を振りかけてください。難しいですね、それ。特に本当に全体に散らばせるように、食感と香りなんで、はい、はいはい、そういう感じで方も、はい、はい、じゃあこのくらいで、はい、はい、じゃあ、はい、そしたらアイスクリーム上に乗せてみましょうか。あ、はい、これスクープしたことありますか。スクープないです、これでは。じゃあちょっと簡単にお見せするんで、はい、まあ、アイスクリームですね、まあ、そんなに難しく考えないでって、綺麗な丸を作るような感じで、はい、このような感じで上に乗せてくれればいいので、はい、ちょっとやっていただけますか。頑張ってみます、まあ、こちらお水があると楽なので、はい、はい、まあ、お好みの量で。大体、はい、あ、でも上手ですよ、上手、はい、上手です。もう躊躇しないで一気に見てください。あ、大丈夫です、大丈夫です、
まあ、あの中に入ればね、はい、同じなんで、じゃあもう一個いきましょうか、はい、難しいですね。実は綺麗に作るのはすごく難しいです。うん、じゃあ一番に、はい、あるかな、はい、大丈夫です、はい、できました、はい、簡単なあの、はい、カラメルバナナのアイスクリームのせです。おこれならきっとご家庭でね簡単に作っていただけるかと思いますけど、はい、ちょっとまあこのようなものに寄せていただいて、まあ、実際、ね、こういったものじゃなくてもいいんですけれども、あのお皿とか何でもいいですし、あと小さい量とかでも作れるんで、はいろいろバリエーション効くかと思います。あ、はい、こんな感じでした。はい、上出来です。ありがとうございました。今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。いいえ、いかがでしたか。いやもう本当に料理をしたのが久しぶりだったので、でもなんか思ったより簡単にそうですね、はい、あの本当にご家庭であるような材料を、ね、のデザート考えてなんで、はい、ぜひあのチャレンジしてみてください。はい、どうぞ召し上げください。いただきます。はい、じゃあアイスとともに。そうですね、あの一緒に食べていただくと、はい、あったかいところと、はい、あの冷たい、はい、あとはアーモンドのクランチのやつをね食べていただくと。あ、じゃあいただきます。どうぞ。温かいものと冷たいものってやっぱ合いますね。そうですね、はい、あの温度差ってデザートってすごい大切だと思うんですよ、うん、冷たいのと温かいのって。だからまあわざとねそういうのやったんですけど、そういうのがね食べてて面白いと思うし、うんうん、まあ普通のバニラとカラメルの、ね、コンビネーションだと思うので、はい、すごいそれもよくって、うん、ありがとうございます。そうですね、まあぜひ本当にご家庭でやっていただきたいんですけれども、はい、まあ、今日ね教えしたあのカラメルソースとかっていうのって本当にデザートの中で基本なんですよ、はい、うん、ですから例えばそれを使ってバリエーションで、まあ、もちろんバナナとパイナップル一緒に入れていただいて、そのままパンケーキの上にかけていただいたりとか、うん、まあ、グラスに持って例えばデザートパフェみたいな形にしていただいたりとか、あ、まあ、いろんな形で応用できると思うんですよ。ですからこれからのパーティーシーズンとかすごくいいんじゃないかなと思うんで、はい、ぜひやってみてください。はい、いろいろと試してみたいです。頑張ってください。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。いやー、楽しかったです。もう久しぶりにキッチンに立って、まず、ね、パイナップルの切り方はそうですし、もうこれからは丸ごと買っても切れそうです。もうあとキャラメルがあんなに簡単にできるもんだと知らなくて、それがとっても大きかったです。はい、もう手を振りたいと思います。ありがとうございました。